皆さんこんにちは、横浜リオです。今回はですね、横浜駅は西口にできましたこちらのね複合施設のご紹介ですね。はい、こちらはですね、相鉄ホテルズザスプラジール横浜というですね、相鉄のホテルなんですけれども、結構ね複合施設になっているのでね、奥にもお店とかね結構ありました。はい、でね、まあ私はですね、あんまりいろんなとこ見ないので、はい、こんな感じでね進んでいきますとね、こちらビストロ勝木さんですね、こちらの洋食屋さんにね入っていきたいと思います。こちらはですね、ランチタイムなんとね、サラダ、スープ、ドリンクバーがついているということでございましたよ。はい、でね、まあ素敵なメニューたくさんあったんですけれども、やっぱり目玉はねこの2つじゃないでしょうか。はい、でということで、私はねこちらのね大きな豚肉いただきたいと思います。はい、でこちらがですねサラダバーだったんですけれども、そんなに種類はねないんですが、これねグリーン野菜もとっても新鮮だったし、あとこの味付けのねサラダたちもねとてもね美味しかったですよ。はい、でドリンクバーとそしてスープまでついていたのでね、結構コスパいいんじゃないでしょうかね。そしてこちらがね私がいただいたサラダです。はい、これね卵もりもりで持ってきました。まあ、卵ね大好きなんですね。はい、卵はね毎朝3つ食べてありますのでね。はい、そして、まあ、スープ、そして私はですね緑茶でございます。でもう見てください、こちらのメイン料理運ばれてきたんですけれども、写真と同じですね。うん、これならね間違いなく、もうこれはもう見た目通りのメニューが運ばれてきました。そしてご飯もねいただくんですけれども、お肉はねこの柔らかさですよ。これはどうやって調理してるんでしょうか。いやー、とってもね脂身もねあんまりなくて美味しゅうございました。これはねタンパク質気にしてる人とかいいんじゃないですか。まあこのね脂身のところはちょっとまあ若干まあ今日はご褒美ということでいただきましょう。そしてこちらはですねもう一個のメインハンバーグですね。こちらもとっても美味しかったですよ。はい、私もね一口いただいたんですけれども、これまたねジューシーでございました。ほら見てください、もうこんな感じね、ほらほーらすごい。これがねまたとっても良かったので、ビストロ勝木さんまたね私ぜひ行きたいなと思っております。はい、なんかねどっからどこまでがホテルなのか、複合施設なのかがよく分からずにね歩いてまいりました。こちらはですね、ここがねなんかホテルの入り口っぽいんですけれども、相鉄線のねいろんなこう歴史の本がいっぱい飾ってありましたよ。そしてこちらは大好きなシティベーカリーが入っておりました。見てください、これもうねこれ私ねシティベーカリーってなんかもう大好きなんですよね。おしゃれだし、おしゃれなのにとっても美味しい。はい、そしてこんな感じで温かいメニューもありまして、結構ね皆さん混んでましたよ。はい、デザートとか、まあ、クッキー類もあったんですけども、皆さんね結構混んでいたので、ちょっとねその他の撮影はできませんでした。私はね買ってきましてですね、これを持ってねお外でねいい場所も結構ありました。はら、見てください皆さん、こんな感じでねこういうとこでも食べれるんじゃないでしょうかね。はい、私はですねお家に帰りました。はい、皆さんよかったらねぜひ行ってみてください。なんかもうここのね建物の下になんと私の大好きなスシローが入ってるということで、次回はねスシローの動画も撮れたらいいかなと思っております。はい、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。